はい。それでは、次数が最低の文字について整理をやっていきたいと思います。これ非常に重要なので、しっかり練習していきましょう。それでは、この式を写してみてください。A2 乗 B、足す B2 乗 C、マイナス、B3 乗、引く、A2 乗 C。です。はい。 さあ、え、これに数分解していくんですけれども、ポイント言います。まず A に注目してください。A は2乗2乗ですね。最大の次数が2です。で、B は1、2、3だから最大が、次数は3なんですね。え、それに対して C 見てください。C はね、え、最大がこれ1時ですよね。次数が1ですよね。したがってね、時数が最低の文字は C なんです。 え、その時数が最低の文字で整理してください。それで攻べきの順にしてください。ということで、C が一番時数低かったんで、これを C でくくります。うん。やってみますね。C でくくると、あ、前でも後ろでもいいですの。C の位置はね。こうなりますよね。うん。で、残った、この A2 乗と a 二乗 B と B3 乗なんですけれども、 そのまま書くよりもですね、もうこれ B でくくれますから、ね、くれますよね。B でくくっちゃって,おいてください。そうすると、こうなりますよね。はい。えー、で、えー、次にですね、もうこれそれぞれ因数分解できちゃうんですが、えー、ちょっと見たらね、これね、マイナスでくくればね、符、え、号、ー、を逆にできるんで、一緒にできるんですよね。 え、そっちの方が早いんで、マイナスでくくりましょう。そうすると、こうなりますよね。絶対こうやった方がいいです。うん。大丈夫ですね。で、ここで、はい、この A2 乗引く B が、共通な項ですね。ですので、これでくくります。まあ、置き換えてもいいんですけれども、慣れてきたら、 一気に行きます。こうですね。そして、括弧、マイナスシータス B です。こうなりますね。これも、もう B-C に直しといてもいいですね。そっちの方がまあ綺麗に見えますんでね、まあ。ペケではないんですけれども。うんまあ、いいや、これとりあえずいいです。で、ここで因数分解しましょう。因数分解してもらうと、こうですね。 さっきちょっとぐちぐち言いましたけども、これを B-C に直しましょうね。最後に直しても全然いいですね。これが答えです。はい。ではですね、ちょっと練習してみましょうか。チラッシュとして、こんな問題を出してみたいと思います。 はい。では、因数分解してみてください。どうぞ。はい。では、解説してみますね。さあ、これは、y が1次ですよね。x は2次があるんで。従って、y で整理しましょう。これとこれを y でくくります。y 括弧、x たす1ですよね。で、残った、 これなんですけれども、見てください。x 乗足す 2x 足す1。これは因数分解ができますので、因数分解しちゃいます。こうですよね。はい。そしたら x、x 足す1が共通ですので、これでくぐっていきます。そうすると、これは、あ、これ中括弧はちょっといるかな。最初えー、y 足す、 小括弧 X 足す1、小括弧閉じる、中括弧閉じるになりますよね。大丈夫ですね。最後これ外したら、小括弧外したら X、X 足す Y 足す1ですから、これ書いて答えですね。はい。では二つ目の例題いきます。こっちの方が簡単かもしれないですね。 はい。これを因数分解したいと思います。さあ、これなんですけど、A1 時、B も1時なんでね、どっちも同じ実数のときは、もう好きな方でやってくださいってことです。ということで、A でやっていきたいと思います。大丈夫ですね。A で整理していきます。はい。もう最初に書いていきますね。後でもいいんですけど。はい。じゃあ B、2B たす1ですよね。で残ったが1たす 2B なんで、もう 2B たす1にしておきます。 はい。じゃあ 2B たす1でくくれますので、A たす1となっておしまいです。簡単ですね。はい。じゃあ1問やってもらいます。えー、どうでしょうかな。はい。じゃあやってみてください。では解説します。はい。まあこれ A も B も1時なんで、まあ A で解説しましょうか。 えー、そうすると b、b 足す1になるんでね。で、括弧コ b 足す1しときましょう。で、これ共通因数なんで、b 足す1でくくると a、a 足す1っすよね。はい。そしたら、最後ね、えー、ちょっと、難しめ出してみようかな。うん。これに挑戦してみてください。えー、例題。 ということで。紙なかったら確かめてやってくださいね。はい。じゃあやってみてください。はい。それでは解説していきます。これ難しかったんちゃいますかね、えー。B は2時なんですけど、A は1時なんで、 そうですね。これ A でくくるんですよね。そうすると A はこの3つあるんで。はい。A でくくります。これビフリもこうしとこうかな、うん。はい。で、なったと思うんです。これが終わりじゃないですね。あの、ここが因数分解。これ、たすき掛けでできるんです。たすき掛けだったんですね。1と2。で、2と1で、こっちマイナスやね。 うん。マイナスかけたきでかけて、ちゃんとマイナスになってますね。えはやっていきます。えー、カッコ、B-2,2B-1,+、かっこ B-2 ですね。はい、えー、そしたら、これが一緒ですよね。よって B-2 でくくれるわけです。5インチとやっちゃいますね、ここでね。はい、これでくくると、 これ、これが残りますよね。で、こっちは1が残るんで、ちょっと中括弧をさせてもらいます。A 括弧 2B 足す1です。で A 忘れんようにね。A 括弧 2B 足す1ですからね。で、これは1がね、あるんでね。1、これも1忘れんようにね。はい、こうなってるかと思います。はい、えー、ちょっといてるところにも答え書きますけれども、イコール、 はい、ここね、けあ括弧外すだけですね。だから、B、b-2,2ab-a-1. プラスすこうなりますよね。2ab-a-1. すすこれが答えです。はい、以上になります。